ぎそう。いつも通り通り過ぎていいかいいか分かった戻らない。確信犯でしょ。夕食中に泣いた後君は笑ってた。私もそうだよって偽りの気持ちが察して、吐いて黙ってずっと黙ってく。何が何でも面と向かってさよならする資格もない。